かっていうのは実は私もあんまりよく分かってなくてなんかバンド名を決めようってクリープハイプってよく文字ってコピーするじゃないですか。で、あ、そうそうそう、いろいろ案を出してていろいろ案を出してる時にポンポンね、ケンがもう調子よくねいろんな文字を出してくれて、出すぎて決まんないなってなった時に和田が、あ、ハライチだって言ったんですよね。もうなんか、じゃあハライチでいいかってなってハライチになりましたね。ありがとうございます。いや、なんか普段私はみんな知ってると思うんですけど、ドラムをやっておりまして。そうなんですよ。そうで、ギターボーカル実は1年生の時2回やったことあるんですけど、まあ、今回が
3年ぶりになるので緊張してるんですけど、頑張っていきたいと思います。で、3年ぶりにもう一人いまして、ケン君が12期のケン君です。彼も3年ぶりにライブに出るということで、なんか一言あれば。そうですね、人生なんとかなります。その通りだ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがたいケンさんからのお言葉でした。はい。おめでとう。そんな感じで、まあちょっとみんなへの同期へのメッセージみたいな曲をなんとなく4曲選んだつもりではあるので、まあ、2曲終わって残り2曲よろしくお願いします。背景君に伝えなくちゃいけない言葉を書き留めてく匂いが消えない。うちに早く会いに。
忙しくて今まで忘れてたよ。